さあ、いよいよ直線の攻防。ここで先頭に立った成田ブライアン、突き放しにかかります。2番手はアグネス・ガリバー。アグネス・ガリバー必死に追います。この差は果たして縮まるか。やはり成田ブライアン先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れました。2番手はアインポジティブ。成田ブライアン独走。成田ブライアンぶっちぎりです。成田ブライアン1着、2着はアインポジティブ。これが絶対王者だ、成田ブライアン。さあ、いよいよ直線の攻防。ここで先頭変わりました。先頭はマチカリカントリー。あと 200m、 川内大王余力は十分か。さらに引き離していきます。2番手はフラッシュスカウト。川内大王1着、川内大王完勝。川内大王1着、2着はフラッシュスカウト。これは桁外れの強さだ、川内大王。
さあ直線に入りました。これからの勝負。先頭変わってトロットフォード先頭。2番手はオクトベガ。追いすがる。オクトベガ頑張る。ここで先頭はオクトベガ。残り 200m。 先頭はオクトベガ。 MI ブラン必死に追いすがります。オクトベガ粘る。 MI ブラン迫る。やはり強いオクトベガ。1着、2着にはどうやら MI ブラン。オクトベガ G1 の大舞台で見事1番人気に応えました。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。ここで先頭はマーブルファンシー。先頭残り 100m。 マーブルファンシー先頭。一気に大隅大君。1着、2着にはどうやらマーブルファンシー。見事に勝ちました。大隅大君、いぶきニュースター完敗です。着外に沈みました。